どうも、彩香とリロでキムチャンズでーす。どうもどうもどうも、牛丸です。強調してきましたね。どうもどうも、牛丸です。ちょっと切れてるかな。あ、いいね右耳負傷中のやろ。勝った時からやねんで、これ、うん、そう、最初から怪我してそうはい、はい、ということで、今回は久しぶりのザ・ファーストテイクのチャンネルを見させていただきます。今回は20の迷宮ハッピー、イエーイ。 20?珍しい。私さ、このチャンネルでさ20あんまり取り上げてないんですけどね、うん、あの実はね、あのオーディション番組にハマったきっかけが20プロなんですよ。見てたね、うん、めっちゃハマっちゃって、うんうん、だからね、実はね、ガールズこの番組でこのチャンネルあんまり取り上げへんけど、うん、あのガールズから入ってますから私。そうやん。そうやね、別にあの男が好きなわけじゃないのよ。そのオーディション見たあのなんていうのわけじゃないけど、その時に J.Y. パークさん知って、そう、あ、すごい人おるやんみたいな、うんうん、そう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 、ってなって、なんか昔とはちょっと違うね、スタイルで、 それかすごい、もうずっと尊敬してる人っていうかね、そうそうそう、うん、日本にはあんまりなかった番組やったからね、ああいう番組が。そうだから結構ね、二重ちゃんはあの、なんていうの、勝手に思い入れが深い。私はね、私は全部見たから、なんならちょっと2回目とかも見てるから、うんうんうん、あのすごい一人一人のその特徴とかは、うん、まあ、知ってるつもりではあったんですけど、最近見てなかったから、あ、最近の迷宮ハッピーどうなんだろうと思って。この曲は知ってるやろ。知ってる知ってる。だって NiziU さ、そう、自分たちがねプロデュースしてた女の子がいたんですけど、このチャンネル見てくれたらわかんないけど、散々やってるよ。NiziU の曲カバーねさせてもらったから、めっちゃ昔ですけど、よかったらカバー動画から見てください。うん、だいぶそれで勉強になってんな。そう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 、そういうのもあるし、その音作りとか、もうその韓国の音楽から音使いとか学ばせてもらって、うんうんうん、そうそうそう、それぐらいだから、あのすごい、だから好きで見てたんですけどね。そうそうそう、最近なかなか見れてないから楽しみやね。そう、自分にとってはすごいなんかこう思い入れが深いよね、私ら。実は確かに、ね、そうそう、あんまり多分言ってないから興味ないって、そういう意味ないんじゃん。そう、多分ないと思う。興味ないと思ってるでしょ、20。絶対めっちゃ聞いてるから、ね、ボーイズ好きやろとか思われてるね多分、うんうん、ちゃうね。違うよ、めっちゃ聞いてるから20。そら需要があるから、そらやってるのもあるよ、もちろん。どんだけ聞きまくったから、曲、うん、ヒロ君の方が聞いてるね。そうそうそう、曲はで、私はオーディションで人柄に触れてるって感じかな、うんうんうん、そう、だからやっぱりさ、好きだけじゃあかんのよ、難しいところで、うん、あの NiziU ちゃんたちは ものすごい売れてるし、需要いっぱいあるのに、うん、あの私たちが取り上げても、なんていうの、需要がなかったらやっぱり、なんていうのかな、失礼じゃないけど、うん、やっぱ考えるやん、いろいろ大人ですからね。だからやっぱ需要と供給のバランスがある、そして自分たちが心から応援できる方っていうのを取り上げてるので、普段なんていうのかな、難しいよねとは思う、うん、本当はガールズもめっちゃ見たいねんけど、なかなかね伸びない。そうね、なんで NiziU ちゃん見たいねんけどな、普通に、うんうん、まあ、うん、取り上げてる方が多いからってのもあるかもしらん。まあね、うん、需要と供給のバランスってものすごく難しいなと思いながら日々試行錯誤してやっておりますが、まあね、そう、いろんなチャンネルがあるから YouTube ね、ありがたいけどね、確かに。そうそうそう、盛り上がれば、そう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 、うん、いい意味で盛り上がるのであれば、まあ自分たち以外のねYouTuber さんがそれやってるんやったら、まあ、まあいいかなって、まあいいかなっていう感じかな、うん、確かに私たちは、そう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 、私たちで応援したいグループもいるし、そう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 、まあ、そうやな、そういうのいろんなチャンネルやね、まあ、担当があるわけですから、そう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 、いろんな角度から応援したらいいんじゃないかなとは思うけど、はい、ということで今回概要欄見ますね。275回目なんや、結構やってる、歴史あるチャンネルになってるね。ほんまや、9人組ガールズグループ NiziU が初登場。私絶対いつか来ると思っててんけど、やっと来たね、はい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 、今回パフォーマンスするのは2020年6月にリリースした彼女たちのプレデビュー曲迷宮ハッピー。迷宮ハッピーは現在までにミュージックビデオの再生回数、ストリーミング再生回数ともに3億回を突破している すごいね、大人気やな、まあ、確かにこういう曲調って日本になかったから、うんうん、中毒性はあると思うな、うん、サビで展開される縄跳びダンスが注目を集め、アーティストや芸能人、一般のリスナーが SNS にてカバー動画を投稿し、社会現象を巻き起こした NiziU の代表曲。そう、振りも結構可愛くて真似したくなる振り多いよね、うん、あ、オリジナルアレンジだって、一発撮りを披露する、ファーストテイクの好きなとこそれ。じゃあ行く、もう早速止めずに、じゃあまずはゆっくり見ますね。いきますよ。はい、行きましょう。いきます、はい、せーの、スタート。
マイクいっぱいある、かわいい、わお、聞こえる？うん、CM みたいやな、なんか綺麗すぎへん、みんな、うん、え、まゆかちゃんまた綺麗な、でもみんなほんま、はぁ、決まってんねや、すごい、エンジンが揃ってんね、うん、リクちゃん、ショート、ニア、ショートっていうか、うん、来たよ、でかいかな、綺麗な声、まこちゃん、なんかハスキーやね、うー、ハピハピ、緊張感あるね、うん、ラップ。お。かっこええ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 。ああ、気持ちいいわ。歌い方がいいね、設計図がはっきりしてて好きやわ、はあ、緊張したな、んかちょっと伝わってきたな、うんほんまに緊張感あったな。オッケー。はあ。見ました。ヒロ君ってさ、うん、ニジプロはまあ見てないやんか。見てない。で、ニジューはでも知ってるやんか。知ってる。で、曲はもちろん私なんかより全然詳しいやん。
やけど、うん、彼女たち自身はもう知らん。そうやねんな。そうか。そう。今日覚えた方がいいんじゃん。覚えた方がいいかもね、この際。ちょっと今、プロフィール見てますけども。プロフィールっていうか。名前、せめて名前と顔を一致させないと。そうね。曲はほんまに何本も聴いてる。いや、何人かは聴けないで、ミエヒちゃんとか。ああ、なるほど。あの、何人かはね。うんうん。でも、ほんまにちゃんと。そうやんな。そう。ちゃんと見るのがほんまに。そうやんな。そう。Okay、音楽はずっと聴いてたんですけど。うん。ちょっとずつ見ていきますね。はい、いきます。スタート。まず出だしの方はリマちゃん。リマちゃんまた大人っぽくなったな。すごいラップがすごくかっこよくて、右上のこのヘラ君がなんかの曲聴いた時にな、まあ、今回もそうやったけど、うんうん、さっきのリアクション見てもらったら分かるけど、だいぶ好きなんな、うん、なんか分かりやすい反応やね。だいぶ好きやね、好みやね。てかまずクオリティ高いよな。そう、めっちゃかっこいい。ほんまにかっこいい女性で、あのラップいやマジでかっこいいと思うなあ、うん、と思いきや普通に歌メロ歌う時の声が、初めて聞いたもん。こんなうまいな、ほんまにうまいな。そうアイドルやね。びっくりすんね。ヒロ君あんまりなんていうのかな、ジャッジ厳しいねんな。ヒロ君結構厳しい方やと思う。やけど初めてそんなラップ歌ってる方に対して、あの女性のね、そう女性っていうのもあるし、うわーってなってる。初めて見た。すごいこの人と思ってみたいな、初め。私もでもそうやばいなとは思う。いやほんま失礼な話だけどさ、なんか一人こう浮いてるように、ね、聞こえてさ、その時。確かに一つ思うのはやっぱり英語、彼女インターナショナルスクール出てるみたいなので、その英語が話せる方のラップっていうのはやっぱちょっと日本語だけのラップとはグルーブとかリズムが違う気がする。捉えてんねんな、ちゃんとそのグルーブっていうのとか細かい16部とかのリズム、それが気持ちいいんちゃうかなって。そうかっこいいと思って、それがもう思ったことかな、初め。それはわかる気がする。私も思うもん。やっぱあの可愛いのになんていうの、その見た目に騙されたらあかんっていうか、それもある。ギャップ、実力が早いから。そうそうやね。と思いきやアイドルっぽい歌声も歌えるのがちょっとずるいな。確かにね、それはわかるわ。はい、めっちゃ緊張感あるけども、リオちゃんです。リオちゃんリオちゃんは見た目とか声めっちゃ可愛いねんけど、実はものすごくダンスがもうほんまに飛び抜けてっていうぐらいうまいイメージが最初あってね。まあ今でこそそれこそみんな技術を共有してってる感じもあるけど、はいはいはい、やっぱオーディションの時からもうちょっとダンスがやっぱずば抜けてうまかって、で歌をね努力されてきてっていう過程が多分あるのかなっていう感じで、ちょっと今緊張感ある感じだったんですけど。なるほど。ずるいねん。だからあの彼女たちのずるいとかね、ギャップがそうかもね。リオちゃん結構踊るとバリバリね、綺麗なダンスするんだけど、声がこんな感じだから結構可愛らしい格好してるのが多いからさ、みんななんかそれで騙されてる。凄さが分からへんねんな、あんまり逆に一見ね。そう、でも見たら納得みたいな。はいはい、ああそうかも。そういいギャップにやられるっていうか、そう可愛らしい方に一瞬感じちゃうよね。実力早いからみんな。なるほどね。そうそこになんかこうやられんねんな。ヒロ君可愛いの好きやから。そうでもクオリティ高くないと納得せえへんから、やられたってなんで。そうそれでちょっと感動するのもあるかもね。なるほど、ちょっと理解した気がする。OK、この席を立てた彼女めっちゃ可愛い声してたね。あやかちゃん。あやかちゃんもやけど、その後なんか、また後で言う。後で、この今のがあやかちゃん。あやかちゃんはもう可愛すぎる、綺麗すぎるし、あのいてくれるだけでいいぐらい の, あのちょっと美しさ放ってしまってるけど。確かにね、あの全員ほんまにお綺麗になられてるな、ほんまに。あやかちゃんのいいところわかんで、私あの、歌もめっちゃ上手になられてるし、自信がやっぱない。みんながクオリティが高すぎて、そのオーディションの時から考えたら、あのご本人的にそのやっぱり技術不足っていうのを指摘されたりとか、あのあったようなんですけど、人一倍努力されてるのが伝わってくる歌声じゃないですか、今のとか。確かにね。でそういう技術の面ももちろんあの努力されてるのが分かるから、特にこういうザ・ファースト・テイクとかは、まあ
ね、綺麗に聞きやすいようにはされてるけど、うん、生々しさっていうのは伝わってくるやんか、うん、その人柄とかは。でそれを見た時に彩香ちゃんにしか出されへん空気感で歌うねやんか、うん、それが好きで真似できひんねんな、うん、それって個性やんか、うん、だからのこのリズムに対してこう取るっていう決まりは一応音楽的な決まりはあんねんけど、彩香ちゃんはちょっと自分の世界のリズム感があって、はいはい、ミンヒちゃんもあんねんけど、うんうん、その2人の世界観が私結構好きで。なるほど。絶対真似できひんねん。なんか言葉にするのもすごい難しい。まあちょっとだけ後乗りなんかな、ちょっと後から入ってくるんかな、それはあるけど、でもそういうことではちょっと表現できひん歌い方がいいので、よかったらまた皆さん聞いてみてください。ちょっとやっぱ独特なノリがあるねんけど、うんうんうん、それはその人のノリなんじゃない、その人の感性っていうか、うんうんうん、この方ですか。そう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 、かわいい声って印象残った方やったかな。まこちゃんですね。まこちゃん可愛い声やね、ほんまに、うん、なんか耳に残る声っていうか、うん、まこちゃんはあの韓国の練習生としていて、あ、そうですか。ダンス、まこちゃんもダンスがやっぱり最初は、今でこそこんな綺麗に歌われてるけど、うん、あのダンスの方がメインみたいなイメージはあったかな最初は。でも歌でバズって出るからね、まこちゃん。あの雪の花歌ってんけど、うん、オーディションでめっちゃ綺麗な声やなと思って、うん、まずバラードもいいと思うねんけどね、そうそうそう、もっとバラードみたいな、めちゃくちゃ透明感ある声やし、確かに癒し系の声やし、確かにほんまやな、うん、耳になんせ残るなと思った。そう、なんかいい意味でなんかこう耳にまたわぎつくような声というか、はいはいはい、ずっと残っていくねん、なんか声が、はいはい、聞いた後にも残ってるな、そうそうそう、しっかり残っていってる声というか、あ、それはすごい、いい意味でね、気持ち悪い話じゃないですよ。わかるよ、うん。印象残るでしょ。そう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 。ああ、ほんまやな。なんか自分の中の声、いい声っていうのはなんかそういうのがあって。確かに。ずっとこうまたわぎついてくるような、うん。プロの歌手でいい声って言ったらやっぱ残ってくれるような、そうそうそう、脳裏に声かな。うん、ああ、そうやな。まこちゃん個性的かも。確かに。まあ個性的かって言ったらみんなそうやねんけど、特にまこちゃんさ残るな。うん、そういう意味ではここがまやちゃん、まやちゃんなんですけど、ま、うん、やちゃんもそうね、あの、うん、声帯の使い方がなんて言ったらいいかな、うーん、うまいんですよ。だからその声帯の使い方がうまいってどういうことかって言ったら、声がキラキラするねや。まやちゃんめっちゃキラキラしてない、してるね、一番キラキラしてんじゃうかな、うんうんうん、キラキラで言ったら。そういうのがやっぱ一人一人全然ちゃうから飽きひんねやろね、売れてる方の声って。なるほどね、みんな声質違うね。違う、そう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 。それってやっぱ、うん、歌えるグループじゃないと、うんうんうん、察知できないんですよ、こっちとしても、うん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 、だから歌がそんなに力入れてませんっていうグループももちろんいるやん、ダンスメインですっていうグループとかもいるやん、そういうグループは結構声が統一されてたりするんだけど、はい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 、やっぱほんまにちゃんと歌わなあかんっていう、こうしっかり歌も頑張っていこうっていうグループは個性がちゃんと残ったまま上手くなるから、なるほど、ね、それが好きかな、見てて。もうこれは個人的な意見ですけど、うん、歌が好きやからな、うん、私は。ちょっとでも個人的にはまゆかちゃんの声が好みかな。まゆかちゃんね、ハスキーじゃない、めっちゃたまたまハスキーになった日コンディションやったかもしらんけど、うん、こ声のなんかかっこいいね、なんか、はいはいはい、見た目可愛いけどめっちゃかっこいいね、なんか声がサバサバしてそうな、みんな見た目可愛いからさ、ずるいな、ずるいねんな、なんかりくちゃん、今の方、りくちゃん、髪型可愛いね、めっちゃ似合ってんの、めっちゃ似合ってるね、りくちゃん、りくちゃんが一番あれかも、変化してるかも、もうほんまに可愛らしい女の子っていうか、普通の一般的な女の子やってんけど、うん、特に経験も、あ、そう、でも歌がすごい上手かったイメージかな、上手いっていうか声がふくよかなイメージ。ちょっとこの曲はそんなこうね、なんていうの、歌い上げる系じゃなくて可愛い曲やから、うん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 、ちょっと伝わりにくいかもしらんけど、りくちゃんが一番声はふくよかやから、はやっぱセンター立ってんねんけど、なんかそうね、まあ喋り方も初めのお聞きだけどさ、うんうん、なんかすごいこう自信満々な感じがした。あ、それが伝わってきた、すごい。緊張ではなかったか、うん、なんか楽しんで感じした、唯一。ほんまやな。あとみんな緊張してる感じはしたけど、うんうん、なんか、うん、彼女はすごい楽しんで感じは伝わってきたね、なんか。やった、歌えるみたいな感じなのかな、そう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 、やっぱ。いい緊張感持ってた気がするね。まあみんなはそうやけど。う
特にちょっと余裕があったかな、そう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 、彼女が確かにお前、ね、楽しんでる感もちょっとあったかなって。メンタル強そうやもんね、うん、ちょっとタフそう。あの何やったかな、空手やったかな、やってる。なるほど。あのしかもあの結構あのレベル高かったイメージがあるから、うん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 、そういう精神的なものもあるかも。確かに、ね、自信があるってだけじゃなくて、歌に伝わったかな、うん、ドシッとしてるよね、確かに、うん。一番でも声の好みで言ったら歌い方もそうやけど、うん、ミーヒちゃんかな。ヒロくんミーヒちゃん好きやな、うん、あ、わかる。それはすごい かわいいのがとりあえず好きやから、うん、ふわっと好みで言ったらミーヒちゃんかな。ふわっとしてるけどうまい感じ。そうやね、そうそうそう、ふわっとしてる声の方ってあんまり歌唱力が高い人ってそんな多くないねんけど、うんうん、みーひちゃんすごいな、そう思ったら、うん、なんで歌唱力高いのにふわっとできんやろ。すごい安定感あ あるし、あるある。でさっき言ってたみーひちゃんの間で歌ってる感じが気持ち独特やし、真似できん。信頼のみーひちゃんやね。そうそうやな、うん、それはわかる、うん、はい来ましたみたいな感じはあるな、はい、はい来ましたって感じはあるね。このパートめっちゃ似合ってるね。うん、いやー彼女しかおらんなって。確かにあのパートは確かにニナちゃん、ニナちゃんめっちゃ似合ってるし、歌い方がすごいなんかかっこいいし、ニナちゃんの好きなのはさっきも言っちゃってんけど、ここはこうやって歌おうって緻密にこう歌の設計図を描いて歌ってるところが見てて気持ちいいね、私は、うん、歌い方違うかったし、やっぱ、うん、前半後半すっごい計算してるやん。分けてたね、ちゃんと。めっちゃ好きやわそういうとこ、なんかちゃんとその音楽的にどう歌った方がいいって考えれてる気がして、うん、ヒロ君が言う歌に曲に合った歌い方を模索して歌ってる感じがするね。自分の歌唱力の中でこうしようじゃなくて曲に合うように歌おうみたいな。初めはちょっと抜き気味で裏声使ってんけど、うん、後半はしっかり歌い上げてって、うん、してたし、そうそう。しかもちょっとニナちゃんは特にやけど、いつもよりちょっとバラードっぽく歌ってる気がする。いつももっとシャキ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 って歌ってんねんけど、やっぱバージョンちょっといつもよりは少し優しめやから、音数少ないから、うん、わざとやと思うねん。それもそれが好きやねん、その分かるから。それがなんか彼女の歌い方のそのニュアンスの出し方がすごく好き。かっこいいな、かっこいい、なんか細かいところが、うん、いやだいぶ緻密な感じするな、うんうん、ニナちゃん。まあみんなそうやねんけどな、もちろん。これでとりあえず全員の今自己紹介終わったかな。他己紹介か。かっこいいわ。ほら、この彼女、彩香ちゃん。え？彩香ちゃん？彩香ちゃん。うん。なんかなんかいいね、いい子やね。そうやろ？うん。真似できんやろ？うん。独特やね。そうやね。もう癖なんねん。彩香ちゃん待ちみたいになっちゃう。はい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 。はい、来る来るって。すごい可愛らしさもあるし。真似できへんわ。なんか独特やね。彩香ちゃん結構あの身長があの高くてモデルさんみたいな、うんうん、結構みんなの中でも高いので一見綺麗めなんですよ、はいはい、なんだけど歌うとこれやから。そうやね、ギャップがすごいね。なんかもうなんか二重の色を作ってるなとは正直思う。確かにまこちゃんはやっぱり不思議な声やな、うん、お前言われてみればどん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 そう思ってきた。うん、緊張感ないな確かに、あの、うん、いい意味でね、うん、あの余裕感じる、うん、りくちゃん信頼のおみぎちゃん。なんかみーひちゃんはいつもそうやけど歌えるのが幸せって感じがすごい伝わってくる。それが可愛いな、見てて。ニナちゃんはなんか誠実やな、歌に対して。だからなんかこういうの見ていつも思うけど、まあ20だけじゃないけど、あの歌に対してみんな真剣に取り組んでますって言ったらそれまで簡単な話で終わるけど、うん、そうじゃなくてみんな向き合い方が違うのが楽しいなと思う、見てて。なるほど。好きやから大好き楽しいっていうのも聞いてて気持ちいいし、うん、
なんかこう緻密に作り上げていく職人みたいな向き合い方の人もいるしみたいな。なるほどね。それが楽しいかな。ちょっとラップだけ見させて。うん。かっこいい。声かっこいい。かっこええ。ほんまにかっこいいんだけど。ほんまにかっこいいな。じゃあ何がかっこいいかよく分かってん。ちょっと言っていい？ほんまにかっこいいんだけど。これな、日本語しかできない方だと取れないリズムを取ってんね、彼女。なるほど。ちょっと言っていい？言って。あ、まあ、個人的な意見やけど。言って。それやわ。あ、でも私ほんまにまゆかちゃんの声好きやわ。まあちょっとそれ置いといて。まゆかちゃんね。うん。かっこよくない？めっちゃ。かっこいいね。かっこええ。完全スイートのメロディーじゃないねん、彼女の取り方。完全スイートのメロディーって後から来るねん。これがほんまに気持ちいいわ。かっこええ。わかる？彼女のグルーヴ。かっこいい。スイートのメロディー、完全です。で、足黒せよ。後から来るねん。で、ここはちゃんと刻んでね。はいはい、はい。ここは刻まな遅れちゃうやんか。だからそのさじ加減。いや、マジでかっこいい。好み。ああ、気持ちいい。ほんまにかっこいいな。うん。わかるよ。私ラップあんまり興味なくて今まで聞いてきたことなかったけど、最近聞くようになってきたやんか。うんうんうん、その中でもダントツ好き。そうやろ。うん、わかるよ。わかる。ほんまにわかる。わかる。ほんまに。何回も聞きたい。そうやね。かっこいい。スカッとすんねん、なんかスカッと。スカッとする。かっこいいわ。あともう一個わかんねえ、なんでスカッとするか。あの。You're my favorite song って行くにつれてどんどんクレッシェンドしていくわけ、はいはいはい、音量をちょっと上げてって煽ってんねんみんなを、はいはいはい、それを一定の音量でやってると聴いてる方はスカッとはせえへん。あ、確かに確かに。だからそういう技術的なことももちろん得意やねん。だから基本がすごいのよ。滑舌もいいしさ、まあ、あんな早口やのにちゃんと何言ってるか分かるしさ。あ、そうや、ヒロ君がヒロ君がリマちゃん好きな理由、それも言ってた。あ、言ってた。滑舌が良くて、うんうん、ラップって結構何言ってるか分からんの多いのに、彼女やったら何言ってるか分かるからいいって言ってた。そう、どんな早口でもどんな歌い方でもさ分かんねえな、やっぱり、うん、そうや、それ言ってた。ヒロ君それがすごいかっこいいなって。そうやな、やっぱ言葉やからな、伝わらないと分からない。意味ないやん、多分、うんうん、音遊びみたいな曲の時はいいけど、まあ、こういう曲はメッセージ性強いと思うから。そこもすごいと思うし。そうやな、確かにな。ちょっともうほんまに良かった。これでいいかな。いいです。ほんまにかっこいいよ。ほんまに好き。ほんまに好きって伝わるかな、これで。多分めっちゃ伝わってると思うね。そうそうそう。リマちゃん大好き。大好き。かっこよすぎる。おもろ。はい、とりあえずまた2回目も最後まで見終わりましたけど、ちょっとはしょりますね。はい。あ、ラップが一番かっこいいかな今。そうやねんな。一番爽快やったな今日はね。今日のコンディションで聞いたら、うんうん、ちょっと今日の優勝はリマちゃんかな。リマちゃん。まあでもまゆかちゃんかっこいいわ私。まゆかちゃん、まゆかちゃん、みひちゃん。いやでもみんな結構すごいな。そうやね、なんか特徴が違うねんな。まやちゃんもしっとりしてていいしさ。まこちゃんもよかったよ。まこちゃんいいな、うん。いやなんか声の特徴がな、意外とな一緒そうでちゃうねんな、みんな全然、うん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 、それが NiziU のいいとこかもしらん。これはすごいことやねんけど、伝えにくい なかなかこの凄さは。まあ彼女たちのことを応援してる方はもちろん彼女たちの凄さってね、うんうん、もう生とかで見たらすごい伝わってると思うんですけど、うんうんうん、初見の方とかやとね、うん、一見可愛いからそうやねんな、アイドルに見えてしまうかな。まあアイドルなんでしょうけど、うん、その今までの概念のアイドルで見てしまうのかもしれないんだけど、よく聞いたらさっきも言ってたけど、ヒロ君、うん、ちょっとレベルが高いから緻密さでわかるかな、リズム感の良さとか。そうそうそう、リズムってそんな直されへんと思うねんな、うん、まあ、直せるけど直しすぎたらほら変になるやんか、うん、だからリズム感の良さとかは嘘つかれへんから、もう度胸の人って感じ、みんな。うん、確かに、ね、そう職人で一番職人って感じたんがニナちゃんかな私は、うん、感覚じゃなくてニュアンスがもうすごい、うん、センスもあるし努力もすごいしみたいなのが集まった方々なんやろうね。それをやっぱ聞く人にその分かりやすくその
ね、そうやな、分かりやすいってやってくれるのがすごいと思うし、やっぱりアイドルって言ってもちょっと大変な時代になったなって思うね、ほんまにね、もうやること多すぎて可愛いだけじゃないっていう、確かにね、ちょっと大変よほんまに、技術まで求められるっていう ね、こんな嘘つかれへんような環境でさ、確かにちょっとあの、音楽的な少しの裏側を知ってる身としてはちょっと過酷やなと思わへん、可愛いのでも大変やのにさ、磨くのもさ、そうですよ、ちょっと技術も見た目もっていうのはきついとこは正直あるなとは思うけど、やることが多すぎるね、歌もダンスも見た目も、仕事も忙しいのにさ、ちょっとの休み時間でもやっぱやらなあかんやん、じゃあ見た目とか練習とかさ、いつ休むのっていうのはちょっと思うね、確かにそれは思うね、はい、まあでも彼女たちが望んでる道のね、あの全部が全部望んでるわけじゃないと思うけど、忙しすぎるっていうこと自体が、ただ求められるっていうのもやっぱりアーティストとしては幸せなことですからね。ね、こうなんかこう時代に求められているというか、ね、ありがたい話ですよ。ね、ほんまに。それをまあ彼女たちにしかできないことだから、こういうことはね。できない。ほんまにできない。ほんまにね。可愛いだけじゃないっていうのがやっぱりよく分かった気がする。あの私は知ってたけど、一般の方でも伝わったんじゃないかな、このザ・ファーストテイクでとはちょっと思いましたかね。こんなに歌える子たちなんやっていうのは。そうそう、わかるね、そうそう、ごまかされへん部分がザ・ファーストテイクはちょいちょい出てくるから、もちろんそのね、綺麗にしてる部分もあんねんけど、綺麗にしたらじゃあみんな歌うまくなるかって、そうじゃないからな、ね、はっきり言うと、素材がやっぱ素晴らしいわ。はい、ということで今回は NiziU の皆さんで Make You Happy ザ・ファーストテイクバージョンを見させていただきました。バージョンが違ったのもちょっと良かったかもしれない、ちょっと違かったね、確かに、ちょっとだけ違かったね、はい、ということでもし一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。